はい、こんにちは、やすです。今日の授業はこちら、長渕剛さん手のひらギターを極めようということでやっていきたいと思います。長渕剛さんの手のひらという曲ですね、あんまりご存じない方も多いんじゃないかと思うんですが、トンボとか乾杯とかね、有名なヒット曲が多いんで、あんまりメジャーな曲ではないんですけれども、この1980年発売の手のひらという曲、これについて今日は、奏法をやっていきたいなと思います。もともとの原曲はバンド形式というかバンドサウンドの曲なんですが、ここ最近のライブでギター1本で披露されているこのバージョンがすごいかっこいいんですね。なんで今日はギター1本バージョンということでやっていきたいと思います。曲の進行はこんな感じになっています。イントロから始まって A メロ B メロで、2番の A メロ B メロと来て、1回しか出てこない C メロというメロディーがほんの少し入って、サビサビのギターソロからのアウトロという進行になっています。ちなみにですね、この手のひらの関連動画ということで、この動画ですね、奏法の動画に加えて、練習用のクリック入りの音源、それから、ギターのインストの BGM の音源なんかも作っておいてありますので、よろしかったら、ご覧ください。この動画含めてもし役に立ったなと思っていただけましたらですね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それでは、手のひらギター弾き語りライブバージョン、行ってみましょう。はい、イントロの奏法解説になります。原曲に合わせて、カポは2フレットにつけてください。上の楽譜に沿って進めていきましょう。まず Am から始まります。基本的には Am の3フィンガーになるんですけども、2弦の1フレットですね、この人差し指の部分、ここが、抜けたり、ハンマリングで戻したりという風になってメロディーを奏でているということになります。ここまではいいですね。次抜く、戻す、 1,2,3,4 の部分ですね。で、ちょっと抜くタイミングが、ややこしいんですけども、通して弾くと、ということですね。もう一回いきます。人差し指に、集中して弾いてみてください。そして Am の後にイントロのメロディーが入ってきます。この中指のこれがメロディーですね。コード的には AmGF というコードになるんですけども、経過音だったり押さえなくていい、弦があったりするので、こういった、タブ譜というか楽譜になっています。同じのが2回来るんですね。そして E コードに進むんですけども、こんな感じになってます。ということで、最初開放弦だった2弦ですね、ここに、小指で、3フレットが途中に追加される2のとこですね。他の指はそのままです。で Am、 最初抜いとく。でハンマリング、プリング、ということで、最後この1フレット戻すのを忘れないでください。じゃあイントロ最初から通してみます。といって、
という流れになります。はい、ではいよいよ A メロに入っていきます。 A メロも A マイナーから始まりまして、3フィンガーの基本的な運指指の順番になっています。弾く弦が変わってきます。ペン号なんですけど F なんですが、1弦の開放を使いたいので、人差し指で2弦1フレット中指で、3弦の2フレット、薬指で、4弦の3フレット、この5本を使います。5弦は使わないです。で次 E ですね。これも小指で3フレットが出てくるんで、気をつけてください。この段通していくと、ということですね。はい、 A メロ後半、さっきのと一緒ですね。 A マイナーから口でですね。で F、 告げる。その後、E ですね。ということですね。最後じゃあ A メロ最初から流します。はい、という感じです。はい、 B メロに入ります。 B メロは D マイナーから始まりますね。使う弦は 1,2,3,4、運指は一緒。A マイナー F の省略形の F。もう一回いきます。そして B メロの後半です。B メロの後半は、ふわりは大雑把というか倍の長さになってきますが、人差し指、右手ですね、親指と中指で同時に弾いた後に使ってない人差し指という繰り返し、右手はですね。で左手はというふうにベース音が1個ずつ下がってくるという流れになってますね。同じのを2回繰り返しになります。また一つの恋が出て落ちてくという感じです。 B メロ最後は G から E マイナー A マイナー。B メロ最初から流します。 D マイナーからですね。
B メロの最後、次の A メロに入っていくつなぎのフレーズになります。ちょっと変わった指使いになっています。僕はこういう風に弾いてます。もう一回いきます。この親指と人差し指っていうのが2回続きますね。親指が上がってくる、こういう風に灰色のとこですね、というのがメロディーになりますかね。こういう感じです。これでまた A メロに戻っていくという流れになります。はい、A メロに戻ってきました。2番になりますね。僕は全く同じフレーズを弾いています。同じですね。2回目のこの B メロも同じフレーズを弾いています。 Dm から幸せにするとあの時力入ったらいつも親指が5弦を飛ばして6弦4弦という繰り返しになるので、ちょっと弾く弦間違えないように注意してください。ということになってますんで、後半も同じになります。下り階段になってます。最後も G、E、マイナー、A マイナー。カーテンの色変わってたですね。もう一回いきます。2番の B メロの後はですね、1番の時と違って次のメロディーに進むので、こっちじゃなくてこの楽譜に出ているフレーズに変わってきます。僕はまあこういう風に弾いています。もう一回いきます。いくんですけど、というふうに弾いています。ちょっと原曲と少し違うかもしれないんですが、ライブバージョンというメロディーな気もするんですけども、僕はちょっとハンマリングプリングを両方やってというふうに弾いています。まあちょっと手癖が入っちゃってるんですけど、こんな感じです。はい、最後の段から通していくとこういう感じになります。
という流れですね。はい、A メロ B メロ繰り返しが2回続いた後に C メロに入っていきます。 C メロは、珍しくと言ってはあれですけど、C メジャーのコードから入ります。幸せ不幸せのとこですね。ここがですねちょっと注意なんですけどもではなくて、ベース音がこう5弦6弦の3フレットを行ったり来たりというふうに弾きます。指がないのでないのでというか、薬指を薬指に両方やってもらうとというふうに弾いています。幸せ不幸せ、まあ、後半の 1,2,3,4 は Am のハンマリングあったり抜いたりっていうことですね。幸せ不幸せという感じです。さっきのタンタンタンというメロディーで続いてつながっているっていう感じですね。幸せ幸せ、はい、幸せ不幸せのあと、F でこの1フレットに落ちます。手のひらに返す、その後 E ですね。よでも3フレットまた出てきますね。小指が結構辛いですね。明るく始まって予サビに行くというわけです。サビは Am からで、基本的な指使いが続いていきます。信じることは Am からで F 裏切られることより E Em 裏切られる2弦3フレット裏切られることより、この黄色のところの中指の担当部分見ていただきたいんですけども、という 1,0,1,3 これがまあメロディーみたいなもんですね。歌のキーと合ってますね。はい、で分かっていても、というふうに弾いていまして、E の余った小指も3弦2フレットに置いちゃうと。で、で1に小指抜くというメロディーを意識して弾いています。はい、続いて
のとこなんですけども、ここもまあ Am から、で最初は D に行きます。この、押さえてるのを離してハンマリングで戻すっていうのは続きますよね。 Am もって言って D、パターンは一緒です。コードが変わって弾く弦が変わっていくと。そしてで信じる言葉がもう一回来ると、信じる、同じですね。F、Dマイナー、F、G の3フレット2弦追加。で、はい、そしてうんうんがもう一回来る、A マイナーから始まりますね。さっきは D に行きましたけど、こっちは F です。もう一回いきますね。人差し指は僕はこれ Am でも F でも同じ取り方と戻し方をしてます。押さえてて離してハンマリングで戻す。F でもそう。この行ったり来たりが切なくてこうかっこいいんですよね。で最後のので前出てきましたね。これでついに3弦まで行っちゃう、3弦まで親指が、進出していくっていうところがちょっと厄介ですので、人差し指と中指はこう親指が上がってきたらこう遠慮してあげて、これも僕は親指で弾いてるんですけど、というメロディーなんですが、うん、親指がちょっと上まで行くというところですね。重要なのは、まあ、後半の 3,4 は元ある位置に戻るというかというフレーズになってます。じゃあ最後のうんうんのところですね、いきます。ということでサビが終わっていきます。でいよいよギターソロというかアウトロの、フレーズに突入していきます。ここはあの同じようなフレーズが繰り返されるところもあって、僕も弾いてると何度も、違うのを毎回弾いちゃってるっていうところもあったんで、自分なりにこう楽譜に起こすときに、規則性を持たして、弾くようにしています。まずこの楽譜の通りやってみると、やることにしました。こういう感じですね。厳密
別に長渕さんの聞くと違うっていう指摘もいただくような気がしますが、僕はちょっと毎回弾くのが違うのが気持ち悪いんで、というふうにこれをまず2回で、2回やった後ベースラインをこういうふうに戻すのをまた2回、というふうに弾いてますね。右手の方はですね、親指のこのリズムは変わらず、親指の仕事は一緒です。弾く弦が変わっていくだけになっていて、残りの2本ですね、まず中指が黄色ですね、中指が来て親指1個挟んで人差し指というふうなパターンの繰り返しになっていきます。ちょっと右手をこう機械的にこう回していく感じになりますので、ちょっと弦を関係なくこの順番をちょっと机とかで指に覚えさすトレーニングをした方がいいかもしれません。という感じで繰り返しが続くんで、でこれを繰り返していって、で次のフレーズに入ります。楽譜の 1,2,3,4,1,2 この 1,2 ですねの部分ですね、これも繰り返しと続いていくんですけども、中指は出番がちょっと待っててもらって、人差し指と親指でだんだん上がってくる。ここで2回出てくるんですね、中指だから2フィンガーみたいになります。ということで、右手を慣れさせるまで、慣れてくるまでちょっとこれは繰り返し反復で頑張っていきましょう。でこれが結構続くんですね、ライブバージョンでも何回か数えてないですけど、まあ続きます。だんだん盛り上げで、楽譜の 1,2,3,4 の部分です。中指人差し指の順ですね。まあ親指の仕事は一緒。これもだんだん盛り上がっていきます。結構な回数続くと思います。という感じで、その後ストロークになっていくんですけども、さっきの押さえ方のままいくんですけど、僕は最後のとこで3弦を2フレットから1フレットにという流れにしたいので、メロディーがこうダーンダーンというふうにで、ブラッシングが6回ですね、という決めがあって、その後メロディーがまた続くということになります。
はい、そして最後のギターソロになります。もちろん長渕さんご本人のもう何十回も見まして、いろんな方の演奏も見させていただいて、自分なりに固めたフレーズというのがこれになっています。ちょっと原曲とは違いますが、ニュアンスは崩さず、毎回同じように弾けるようにしました。もう一回いきます。メロディーラインをですね、というふうに置いていて、ちょっと親指もだから変則になってきますね。はい、そして後半の 1,2,3,4,F、これはまあメロディー、歌でも出てきた、それにメロディーがというふうに入る3ですね。というふうに弾いてます。はい、その次2段目の Am は1段目と一緒です。これは一緒ですね。で、その後の F は少し変えて1段目とは変わってきます。メロディーはというラインですね。ここはまあ歌でも出てきたフレーズで、このハンマリング中待たなきゃいけないというところがちょっと厄介なんですけど、ここはいいですよね。中指弾いて親指で、人差し指がを中指がこう迎えると、で親指で最後まとめる。弾き方をしています。というふうに流れていくんですね。ソロの後半、親指が規則的になってきますね。というふうに、まあ、歌で出てきたような、親指の使い方になってきます。ただ上は、人差し指と中指はメロディーを奏でているということですね。という感じで、聞かせたいメロディーはというメロディーを聞かせたいんで、そこを意識しながら強調しながら、規則正しく親指を打っていく。ちょっと分解していくと、これはタンタタンタンって、ここはまあ大したことないと思うんです。厄介なのは次ですね。メロディーが中指でといくんですけど、3、1、0、こう人差し指が出てこないんですね。親指と中指だけで やんなきゃいけない。こういう順番、最初同時で、あと交代番号、これに中指が挟まっていくんですね。ここが一番厄介かもしれないです。
まあ、その後はこう F のこう中指抜いたりして左手のですねハンマリングしたりもまた抜いたり、他の指は変わんないですという流れになります。まあ、あくまで僕のアレンジというか僕の弾き方になっちゃって申し訳ないんですけど、まあ綺麗なメロディラインだなと思ってこれで練習しています。でソロパートが終わってクライマックスに入っていくという流れですね。これのループに入っていくんですけども、ちなみに僕はこの4のところこう Em で弾いてるんですけども、原曲は E のような気もします。しかもハンマリングの E ですね。というふうにどっちも美しいなと思いますんで、お好きな方でよろしいかなと思います。こちらも美しいですね。で、まあその後僕はんというベースラインを、割と繰り返す。という感じで、まあここもそうですね。これも、まあ、あのライブとかでやる場合は、何回っていうふうに決めずにこうフィーリングでやってしまうことがありますけど、まあ、あのサンプル音源を作るときに回数を決めたという感じで、あの自分で次のフレーズに行けるぞという準備が整うまで、これでこう半トランス状態にこう入ってもいいんじゃないかなと思います。これやっていくとなんか癖になるんですよね。で繰り返していって自分のこう体のリズム波長が合ってきた時に、畳みに行く、最後結びに行くということになりますね。これも適量繰り返していただいて、で最後ここはまあ僕はこの8拍というふうに終わりますけど、最後親指で人差し指で、3弦4弦をこう弾く。左手も離しちゃうようにしてます。ですね。そして最後 Am なんですけどもこんな感じです。ゆっくりもう一回いきます。2回、ハンマリング、プリング、ここは待ちます。親指を待ちます。待って人差し指、左手の人差し指を2回、これを待つ。でその後人差し指で3弦の解放、リズム的にはこうですね。1.5 で2の頭まで、
この人差し指、左手人差し指のハンマリングプリングを待つというのがちょっと、慣れが必要ですけれども、だんだんゆっくりにしていけば OK です。最後はジャラーンと決めてください。もう一回いきます。ということで曲として終わりなんですけれども、やっぱり最後のソロの山の部分ですね、ここが一番ピークになります。緊張もピークだし、テクニックもピークになってきます。こうこの後ですね、まあ、ご参考までに僕はこういうふうに、指と頭を慣れさせていったフレーズになるんで、まあ、もしこれでいいなと思ったら、あのこれでやっていただけると、恐縮ながら、嬉しいなと思いますし、本当の長渕さんのライブのバージョンを聞くとちょこっと違います。なんで、あのニュアンスをこう合わせていきながらも自分色に、仕上げていくというイメージでカバーをやっていますね。この響きとかもかっこいいなと思うし、このさっきの問いと答えみたいな、こっちが答えみたいな感じで、で真正面からのこうかっこいい真正面からのフレーズ、これこれがもう最大の山のフレーズだなと思ってます。あとはまあ気分で、これをまあいい波長になるまでやっていただいて、やっていただいて、もう一回静かに、っていうのをやって、だんだん盛り上げていって、最後 Am で。ということで。締めるとかっこいいなと思います。ちょっとおまけですけれども、全体を通してこう練習方法でもしご参考になればと思いますが、こう押さえてるフレット弦で1本離してハンマリングで戻してっていうのが、頻発するんですね。なんで、まあ、イントロからそうですけど、という感じとか、まあ、左手の人差し指と中指が主に抜いたり戻したりっていうことが繰り返されるので、右手はまあ、同じ回転をしながら自分のリズムで抜いたり戻したり、いうのを、繰り返してみるというのもいいんじゃないかと思います。曲と関係なくっていう意味ですね。例えばで好き勝手にこう0101を繰り返してみたりですね。でコード変える。っていうのがこう不自由なくできるようになると、どこでハンマリングが入ってきても、どこで0になっても、開放弦に戻せって言われても、まあ対応できるようになるという気がします。まあ、というふうに絡んでくると難しいんですけど、まずは基本のこの右手と左手のこの弾くタイミングと抜く、ハンマリングのタイミングっていうのがだんだん馴染んできますので、とすごく普通にコードを弾いてるよりもかっこよくなります。はい、おまけでした。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。僕の大好きな、長渕剛さんの、手のひらという曲今日やってきましたけれども、
一部ですね、ライブバージョンと楽譜と中身違うじゃないかというご指摘もいただくかもしれませんが、僕の大好きなこの長渕剛さんと手のひらという曲をですね、僕なりにこう自分のものにしていったというか仕上げていったというような、意味合いでご覧いただけたら幸いです。もし皆さんがこの手のひらですね、やられるときに、僕のこの動画内容が、少しでも参考になったら嬉しいなというふうに思っています。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。課題曲のリクエストですね、お悩みとかご質問、どしどし受け付けておりますのでご連絡をください。もしいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の授業でお会いしましょう。